シュラマル。あ、ドレミさんまた寝坊かな？置いていくね、さようなら。あ、起きた。おはようございます。おはよう、ドレミさんやっぱり寝坊か。もうみんな集まってるから出発しちゃうね、バイバイ。え、ちょっと待ってくださいよ。せっかくみんなでコストコに行くのに、なんで私だけ置いていくんですか？だって寝坊したでしょ。今起きたってことはまだ準備に時間かかるだろうし、そんなの待ってられないよ。寝坊に関しては人によって個人差があるし、別に仕事じゃないから文句も言わないけど、まあ寝坊したら自分が行けなくなるってことだけだよね。え、ひどい。むしろめっちゃ優しいよ。ここまで寝坊しまくってたら普通みんな嫌がって誘わなくなるよ。あ、だから最近みんな誘ってくれなくなったのかな。そりゃ待ち合わせ時間に間に合う方が珍しいくらいだしね。ドレミさんを誘う物好きなんて私くらいだわ。じゃあその優しいトーコさんは待っててくださいよ。それはダメだよ。他にも参加している人がいるんだからね。寝坊したり間に合わなかった人は置いていくって事前に言ってるでしょ。じゃあお土産買ってきてくれますか？私コーヒー買ってきてほしいんですけど。働かざる者食うべからず、待ち合わせに間に合わざる者得るべからず、欲しかったら自分でちゃんと起きていくこったね。だって私朝が弱いんですよ。いや、夕方とか夜待ち合わせしても遅れてくるじゃんよ。あんたどんだけ寝てんの。若いから眠いんです。まあそれはわからなくもないけどね。私も学生時代はよだれ垂らして寝てたわ。私はよだれなんか垂らさないもん。ま、とにかく私たちはコストコ楽しんでくるから。じゃあコストコは諦めますけど、今度の沖縄旅行は連れて行ってくださいね。沖縄は家族旅行だし連れて行かないよ。ママ友旅行するときは誘ってもいいけど、寝坊したら問答無用で置いていくからね。だってその沖縄旅行の間って夫とうちの子供を実家に帰るんですよ。え、そうなの？なんか義士が帰ってくるらしいんですよね。でも怖い人だから私はパスってことで、その間暇なんですよね。一緒に連れてってほしいな。無理無理、今回はいろいろ予約してるところも多いし、寝坊癖のある人なんか連れていけないわ。それに家族旅行に他人なんか連れていくわけないでしょ。面倒だし。トーコさんってナチュラルにきつくないですか？だって面倒なのは本当でしょ。あ、そろそろコストコに到着するからまたね。あ、待ってください。私の名前はトーコ、専業主婦をしている42歳です。さっきまでやり取りをしていたドレミさんは23歳とまだ若いのですが、子供同士が同じクラスということでママ友付き合いをしています。ドレミさんはとにかくいい加減な性格で寝坊が多いんですよね。まあこっちもそれが分かっているので、あらかじめ予約をしたりはしません。子供同士は仲がいいので完全に距離も置けないし、それでいて自分もイライラするのは嫌なので、寝坊したら本人が来れなくて損するだけ、そんな気軽なお付き合いです。なのですが、なんと沖縄旅行についてきちゃったんですよね。やばい、沖縄めっちゃ最高。いや、まさか同じホテルの予約まで取るとは思ってなかったわ。私結構アクティブなんですよね。てか外やばい、めっちゃ綺麗な海見えるし、オーシャンビュー最高。まあ同じホテルなのはいいけど、一緒に行動はしないからね。いろいろツアーとか申し込んでるし。一緒に参加したいです。ですじゃないよ。そのあたりはちゃんとわきまえな。わかりましたよ。まあ一人でも沖縄満喫しちゃうもんね。ああ、沖縄最高だったな。帰りたくない。あ、ホテル代のお支払いよろしくです。もう家にいるけど。え、ちょ、トーコさんまで寝ぼけちゃったの？それは私の役目だし。いや、スマホの日付見てごらんよ。え、嘘？私一日中寝てたの？寝坊どころの騒ぎじゃない。マジか。連絡してんのに返信ないからどうしたんだろうって思ってたけど、一日中寝てたのは予想外。お腹苦しい。だって、
泡盛にオリオンビールにハブ酒でしょ。あとは南大東島のラム酒も飲んで。いや酒強っ。まあいろいろちゃんぽんして飲みすぎちゃったんだね。いや面白い。てか支払いしてくださいよ。まさかだけどドレミさんの宿泊費のこと言ってる？ですです。だってただでさえあんまりお金持ってきてなかったのに飲みすぎちゃったんですよ。支払いできなくなっちゃったからトウコさんに支払ってもらおうと思ってたんだもん。いやそれで支払ってもらえると思ってたのがすごいわ。だってどうしよう、旦那に知られたら怒られちゃうよ。いやむしろ怒られな。あごめんね、うちの旦那明日も休みなんだわ。だから今日は昼間から2人でパイナップルワイン飲むの。それじゃあね。いえ待って、お願いだから。いや寝坊癖がひどいとは思ってたけど一日中寝てたんかい。そうだよね、寝坊すると周りに迷惑をかけてしまうこともあるけど結局はこうやって本人が一番大変な思いをするんだよ。今回でそのことに気づいてくれたらいいですね。いやしかしどんだけ寝てるんだろう。夫婦でちょっと笑いながらパイナップルワインをいただきました。フルーティーで美味しい。すみませんデジだ。おかえり。結局どうやって戻ってきたの？旦那に頼みましたよ。でなんで沖縄にいるんだっていろいろ聞かれて、トウコさんのことも話して、そしたらトウコさんにちゃんと謝れって怒られちゃいました。今まで寝坊していたこととかも全部話したらちゃんと改善するようにしろって激怒です。まあ人の家族旅行に便乗しようとするのは良くないよね。当たり前のように支払わせようとする行為もね。ごめんなさい。あのさ、なんで私が今まで怒らなかったかわかる？なんでですか？今まで他のママ友さんたちも注意してきたけど、ドレミさんの寝坊癖は治らなかったからね。結局ね、自分で気づいて直していくしかないのよ。で、今回のことでどう思った？宿泊費も支払えなくて不安になって。すごく不安でした。どうしようってなって、このまま警察に捕まっちゃうんじゃないかなって。なんで寝坊なんかでこんなことになってるんだろう、なんて自分はバカなんだろうって、もう絶対に寝坊しないって思いました。本当に今までごめんなさい。私調子乗ってました。おお、ついに気づいてくれたんだね。そこに気づいたんだからさ、大丈夫大丈夫。ま、今後もしばらくは予約のある集まりには誘わないけど、いずれはさ、ちゃんとみんなで旅行にも行きたいじゃない。その時までにちゃんと寝坊を直しなよ。はい。まずは私と一緒にランニングからね。え、ランニングですか？そう、自律神経を整えて規則正しい生活をする、これが寝坊を直すための第一歩。良質な睡眠を取らないとね。そのためにはまずは体を動かしてある程度疲れさせ、ゆっくりお風呂に入って綺麗なシーツの布団で寝る。これで良質な睡眠を取れるのよ。よし、こうなったらこうしていられない。トウコさん走るわよ、あの夕日に向かって。じゃじゃーん。え、決まった。いや実は私熱血学園ものが大好きでね。わかった、ドレミさん、そうと決まったら今日からビシバシやるわよ。私その運動は苦手というか走れないというか。何を言うか、このバカチンが。トウコさんそういうキャラだったの？ほれ走るぞ、今から迎えに行くわよ。その後私とドレミさんはこまめに連絡を取り合っています。晴れの日は布団を干してふかふかにしたり、毎日ランニングをして程よく疲れたり、そして湯船に入って早めにベッドへ。こんな生活を送っていたら睡眠の質が上がったみたい。そのおかげか最近ではすっかり寝坊をすることがなくなりました。今までは深く睡眠が取れていなくて、それが寝坊につながっていたんだろうね。いやーよかったよかった。最近では一緒に熱血ドラマを見るお友達になりました。もっともっと熱血者を布教するわよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。
チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。